こんにちは。こんにちは。新しいコーナー番組ですかね。はい、はい、始まるんですね。はい、始まります。なんていう番組？なんていう番組でしょう。どうぞおっしゃってください。かけひ探訪。はい。かけひ探訪。探訪。探訪。探訪ですかね。はい。はい、どのような番組でしょうか。まあ、うちが携わらせてもらった、またはあの建築させてもらった建物をちょっとこう訪ねて歩こうというような、まあ、本当にこうゆるいコーナーなんですけども、今日はあの鳥取県八頭郡の智頭町にお邪魔しております。はい、なんか影くん一人じゃ寂しいというか。そうなんですよね。もともとこのチャンネル少しこうむさ苦しい連中ばっかりなんですけど、はいはい、あのアシスタント、アシスタントが、はい、ついについに、はい、かけひチャンネルもますます進化していくわけですね。すごいですね。すごい方が来ていただいてます。はい、はい、どうぞ。すごいですよ。よろしくお願いします。というところが、ね、はい、どうでしょう。いやー、絵になりますよ。はい、絵になります。じゃあ、あのご紹介いただくか、はい、していただきます。はい、あの今日からこのかけひ探訪、一緒にあの探訪してもらえる、あかりちゃん。あかりちゃん、あかりちゃん、はい、あかりです。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介を簡単にお願いします。はい、あかりって言います。自己紹介自己紹介、私もすっごくもう田舎のこの町が大好きで、田舎育ちで、もう今とてもこの光景にワクワクとドキドキが隠せません。すごく楽しみです。田舎育ちって感じ全然しないですよね。はい、本当ですか。はい、あんまり建物には詳しくはない。そうなんです。ということですね。じゃあ、かけひ君がしっかりとエスコートしていただいて、はい、楽しみです。ということで、はい、はい。じゃあ、ちょっとゆっくり行きましょうか。はい。はい、今日もなんか、こう、ちょっと対象っぽいチックな感じの。そうですよね。はい、今日はあのいい、ね、ファッションのコンセプトって、あかりちゃん、なんかあるんですか。今日はレトロをイメージしてみました。なるほどね。はい、ベレー帽がね、いいですよね。いいですよね。はい、嬉しいです。かけひチャンネルじゃない感じがしても、はい、一気にあのいつも案内なんですけど、そうですね、ジャンバ来た人が多くて、ね、ジャンバあんな感じなんですけど、今日はでもちょっとあいにくの天気になりましたけど、はいはい、この辺の地図でしたっけ、ここは、はい、についてかけひ少しこの場所について、あの鳥取市内から、そうですね、3、40分ぐらいで来れるんですけども、はい、あのまあ、宿場町の歴史がある、はい、ところですよね。はいはい、歴史がすごくあると、はい、あるところです。ということですね。で、あの、まあ、林業がすごく盛んな場所だったので、はい、まあ、そういうようなお家が、はい、あのたくさんありますよね。古いあの建物とかあるわけですね。はい、で来ましたね。はいはい、今日は、はい、ご案内いただく方も、はい、あのお願いしているということで、はい、いらっしゃいます。ましょうか。ここなの石谷家住宅っていうところに来てますけれども、はい、どうもこんにちは、お世話になります。どうもいらっしゃいませ。お名前をお願いします。あのガイドの川村と申します。よろしくお願いします。はい、本日は、ね、お天気悪くてね、お世話になる足元が悪いのでお入りいただきます。ありがとうございます。まあ、これからね、中に満たされましたら、それから時間があるたびご案内いたしますので、どうかよろしくお願いします。お世話になります。広くされていて、ここの問題は全部ね、お客様の玄関なんですね、元の。はい、昔はこの石がございました。岡本の江戸時代のものもここにストックされて、ここにお客様のここは出会いされるという目印ですね、これも。うん、はい、ここに踏み入れられたら、これ本当の昔からの、これがドアなの。ドアです。今みたいに生コンと違います。ドロです。そして叩きという方法で、この辺からの方法でこのドロが持ち上げられる、そういう形です。今ここからこの昔のドロという、いろいろな気持ちでここを燃や
屋敷を見ていただいたらますます面白く味わえるんじゃないかと思いますね。はい、ちょっとこの辺に来ていただいて、上をご覧ください。この大きなすごい梁です。見事な梁がこの石田一郎館とは使っています。材料がすごいものを使っているというような、この土間だけでは非常に評価される場所なんですね。高さが13メートルございます。本当に昔の木がしっかりですね。します。神様、ここはこれ奥戸さん、奥戸さんより昔はね、ここが何どころなんです。だけど昔はもうこれ日和もね、32、3日あって日和も日和あって、そこは昔の板が張ってあって、それに御座があると、ね、昔の想像してください。そしてここは塩見さんがご飯を炊いて、それでそちらからいただいてます。台所、でこの奥戸さんの麺はなんか足らないものがあるでしょ。奥戸さん、台所に必要なもの、はい、それじゃあ河村さん、クイズいきましょうか。はい、はい、ちょっとお分かりかな。クイズに河村さん、この奥戸さんの話一つね、うん、なんか足らないもの、うん、何かな、いうこと、はい、え、考えます。わかりました。わかった。じゃあ、もうわかった。かけた。どうぞ。あ、いや、当たります。あ、じゃあ、じゃああかりちゃん、いいはい、どうぞ。はい、水道。あ、違った。はい、何でしょう他。なんか多分さヒントありますか。やっぱりあの黒いね、あの煙が出るでしょ。そうそうそう。ね、もう一箇所出るとこがある。あの奥戸さんみたいに形がちょっと違います。普通の家庭にあるこのぼっこりぼっこりした奥戸さんと違って、ここはやっぱり人数がようさんいますから、この広いこの竹口を3つあるんですよ、はい、ね、あたく吸うものがいるんです、煙を、ね、じゃあ加計君、正解を言ってみてください。換気扇ですか。換気扇も今は昔はなかったの、格子がある程度、煙突がない、これ煙突がないですね。大体家の中に煙突があるんです。外に出てるんです、煙突が。煙突がそこを放って板の下に放って外に煙突が上がって、だからここどうだ、これ外に出てここ来て、ここ来て、ここここここまでここまで来て、これに上がってるね、すごい。だから昔の想像がつかないことがここにはあるんですよ。これカバチと言いまして、ね、昔はね、こんだけ高いの、ね、あのカバチが、ね、高さが高いでしょ。高いです。普通はこんなんですね。これぐらい。今だったらもう本当に若い子の奥でしょ。これだったらね、この辺にあの当主の方がお座りになるんですね。ご主人がこれ気がありますから、使用人がこちらからお職に入ってる、ここはここの席をダウンを取り、今のミーティングですね、そういう場合の合計があって、ここに何が座るか、ここに仕事が、まあ、まあ、まあ、ただの通常の話を始める、これは柱、これは欅ですね。これ100列はあります、ね、昔は手じらがしで100、200で1寸、2寸、3寸、4寸みたいな、で1尺、2尺、これが100、2寸、1尺と2寸あるということ、ね、だからこれはこれきれいにしてある。でここだけおるかで、これ面を取ってある、うん、普通だったら角だから、うん、柱はね、ところがやっぱりこれ秘宝、角の面を取ってある。あかりちゃん、面ってわかります？真っ白くこれですね。そうそうそう、角、痛いでしょ、角は、ね、人が当たれば痛いもするけど、そういう意味合いで、なぜここが火を使うと、ね、焚き物に炊いて大きな火がつく、うん、ここで角をやったら火がつきやすいんです。あ、そうなんですか。そこでうまいこと面が取ってあるんです。うまいこと考えてあるんですよ、それで。あそこが助教さんのせいで、昔はあそこは寝るよ、ちゃんと一角あって女中系があった。で今はあの2階に階段をつけてますから、あの2階まで上がったら
あの針金、まあ後から見てもらうからね。あそこで女中さんは何されるんですか？女中部屋。何されるんですか？まあそこ、ねね、休んだり休憩したり。休憩ですよね、ほとんど。ね、新しく建て替えて、これ大正8年ですから。はい、ね、で完成したのが昭和の4年ですので、よく数えても10年からかかってこの玉が完成してるんです。はい、そうすると、まあ、それからのうちです。これは昭和の初期の、昭和にこういうものがある。うちには部屋がどうかあるから、こういうものが作ってある。なんかこれ部屋の名前も書いてありますよ。応接、ピアノ、2階。これですから、ここに番号が。じゃあ番号今ね、取れたんですよ。あの番号が出るんです。ここで大丈夫ですか、川上さん。はい、これ、はい、1番。でそのこれが番頭さんの部屋です。はい、でここにブザーがあるでしょ、はい、でブザーがボーッとなって、はい、これがパタンパタン折れるんですよ。ブザーになったら電磁石で、自動で、あ、磁石で、電磁石で、そこ線を切ってあるから、ブーッとしたらこれパチンと、そうそう、パタンと、それでパタンとマントさんがここ出てきてこれ見てくれて、あ、4番、あ、あれはあの部屋だいうことが、うん、すごいなって、あ、でなんか4番の部屋に行くんだ、うん、なんか呼ばれたと、今のインターホンみたいなのがあったんだな、そういうシステムできてる。これやっぱり昭和の初めにこういう機械ができてるという電話もあると思う。こっから向こうがあるからね、家族の方が出る電子電話が鳴ったら、あそこ窓があるでしょ、駒の窓、だからいちいちこっちまで出てきて電話取らんでもあっこから取れるんだ、あっちで作る、あっ、なんてそういうことになったの、英語考えたんだよ、これ、はい、で、ここ廊下自体に行かれたら、それを合わせて見ていただいた家族の専用の脇玄関と言いますね。それでこちらがお客様用の玄関なんです、ね、で、これが式台と言いまして、ここから降りて上がるのには非常に高いんです、高いですよ ね、 ね、でも昔の人は帯向けた人でも裾を避けして、ここね、よいしょよいしょっと上がってはったと思います。で、敷居が高いいうのはこっから来てるんです。こっから来てるんですね。それは400年だった杉の木ですよと、杉の木です、木がこれです。で、節が一つもないでしょ、はい、これ新建材で張り合わせて作った合板かいうけど、そんなもんじゃなしません。本当に正真正銘杉の木なんです。え、生種ばっかり使ってるでしょ、うん、これがもうどこを自慢しても手に入らないといけない。こっちとか。あれは川屋です。トイレ。え？川屋です。これちょっと行って用足しに行ってあったという。ね？風情があります。じゃあ川村さん、ここで一つクイズを出していただきたいんですけど。はい、決まりましたけど。まあ、じゃあ、あかりちゃんにクイズを。石谷家とは何をされていたお家でしょうか？お考えください。ヒントくださいますか。まあ、ここに400年経った木がまだこの裏の山にあるんです、うん、木です。木を使う、木を使う、木を育てる、木を育てる、松とかですか。いやいや、もう木は何でも、だけどもうほぼ答えですよ。地図で有名なのは地図で有名なもの、木は、はい、木社長、今あのクイズ出したんですね。石谷家は何をやっていたお家でしょうかという、はいはいはい、あの今クイズを出したんですけど、わ、はい、からなくて、で今のヒント、ほぼ答えを言ったヒントだったんですけども、うん、あの、地図といえば、地図といえばでしょ、地図といえば木ですよ、木、木、地図の 木、木材といえば醤油とか、醤油、醤油、お酒とか醤油も作ってる。じゃあ、はい、杉、どうでしょう、そうです、正解です。はい、やっぱり地図と言われたらね、昔から本当に杉が特産ですね。こんな調子で時間足りるかな。あとはみんな石谷家の山ですね、自分のところの山です。これ全然変形してないでしょ。はい、してないです。これがそう、これも契約です。心配されても向こうにここでたくさん引き出させる。ちょっとびっくりしました。今日はここを鍵なく下ろして。すごい鍵だ。
今でいう金庫みたいなものですか。すごい、なんか口がピュアーってなりました。